台東 F ステーション南大沢八王子です。マイナスショーはそこに行ってきました。もうこれからね、店舗名を先に言おうかな。なかなかね、脳みそ使うんですよ。ではご覧ください。音がしたぞ。前と配置変わってないかな。前来た時はね、閉店後に来たんですよ。南大沢の台東ステーションに来たんですけど、店が閉まってる。これね、来たことあるんですけど太鼓やってないんですよ。パンチングマシンだけやって。南極設定かな。って見えないわ。今度また来るか。ここね、パンチングマシンがめっちゃ出にくいとこです。入り口にある。で、ここのパンチングマシンね、あの神奈川県、あ、これ東京か、東京でね、あの上位の出にくさです。前ね、出て260ぐらいだっけな、わざわざここのパンチングマシンやりに来たことがあります。その時太鼓やんなかった、その時旅動画も全然撮ってなかったんで。嬉しいのが100円だよね。月間219、やっぱ出ないね。相変わらず出ないと思う。音でかっ。1分後ぐらいに開けました。すげえ。うわ、でかっ。最近のデモ、うわ、でかっ。デモ画面の音で一番でかい。やばっ。100円2曲か。入り口にありますね、さらし台。で、日が当たってる。日がすごいな。なので街を振り回したり、太鼓以外のものを叩いたりしないです。店内 BGM が結構音すごい。音のがでかい気がする。好きな曲を選ぶの。そう、光ってる。顔がやばい。ほら。好きな曲を選ぶの。あ、面の叩き心地がいいね。急遽隊みたい。めっちゃ眩しいんだけど、目も。連打入る。でも大丈夫。指痛めてなければ80以上入るぞこれ。いい台だ。えっ、やばい、リピでやんない方がいい。で、なんとここに毎月23日は太鼓の日に3曲設定。なんで？太鼓の達人もめちゃくちゃでかい。やばいな、ここみんなうるさいってなるわ。最後の達人やる、やろうよってなる。でかいからうるさい。これやばいだろ。なんか入れてあるわ。あ、殴り放置めっちゃ良くなってる。
でも出ないんだ。相変わらずやばいね。最低でも1位は取りたいよ。危ない。これで一応1位かな。時間ないです。次ラスクレ。最後やらかした。もっといってた。まあしゃあない。多分今この手でも250ぐらいは粘れば出ると思う。過去にどのぐらい出たか忘れましたけど、隕石が倒した気がする。確か260ぐらいだったような気がする。結局3クレやっちゃった。他の音ゲーがマイマイ1台、ダンレボ、ドラムギター、イデラ2台、グルコス、サンボル2、音劇2、ユビート1、ノスタルジャ1、ポップン1、チューニズム2、チューニズムと音劇か、あのめっちゃ混んでる。あそこが入り口なんでかなり狭いで、ダーツがなんと4台あります。いいね。あの今日土曜の昼なんですけど、ここ人少ないな。でもね、お店はめっちゃ新しい。マイナショーは埼玉県の所沢のニコパ&グラウンド所沢というところに行きました。ここね、島中ですね。で、ニコパ&グラウンドって言えばあの張り紙ですよ。今まで行ったニコパが撮影禁止だったんで、ここも多分ね撮影禁止かなって思います。で、場所によってはパンチングマシンあったんで、まあ、今回はそれ目当てって感じです。じゃあまあちょろっとね覗きましょう。2曲おとなし。出た出た。ここさ、全店舗多分撮影禁止だ。辛いね。うん、縁が硬いね。じゃあ今日はこのアングルで。周りが音ちっちゃい。周りが音ちっちゃい。太鼓音ちっちゃいけど周りも静かなんで。お。でも別の店舗のところは連打入ったんで、ここも入るかも。普通にめっちゃいいぞ。うん、でも島中のゲーセンにニコパ&グラウンドが入るのはね残念。あの別の島中はね別のゲーセンが入ってて撮影ができるので残念だね。撮影できるゲーセンだったら嬉しかったんですけど、しかも太鼓も100円2曲、メンテは普通かな。僕のところは100円4曲でこれ以上にメンテいいんで、うん、わざわざ来ないな。で、店内変わった UFO キャッチャーとかあったんですけど、それも撮影禁止で、パンチングマシンもここはなかったです。残念。まあ、パンチングマシンあるかなっていう期待を込めてね来たんですけど、太鼓1台だけ。いや、まあ期待はしてなかったんですけど、
残念だね。ほんとなんか家族で買い物に来ました、ちょろっとしたゲームコーナーあります、太鼓やるかみたいな、そんな感じのゲーセンだったね。いやーなんか長持ちするのかなっていう感じ、本音でそう思ってしまった。